皆さんこんにちは、荻部一樹です。今日はセントリズムという言葉について考えたいと思います。私は大学生の頃、文学について学んでいたんですね。文学について学ぶ際に、その様々な読み方について訓練を続けてきました。読み方の訓練とはどういうことかと言いますと、実はいろいろな文学作品には、その時代ごとの読み方というものがある。その時代ごとの書かれ方というのもある。でもその書かれ方の中には、ある時代では資本家目線で書かれたもの、ある時代では男性中心で書かれたもの、ある時代においては、例えば植民地主義的な考えで書かれたもの、いろいろなその書き方の癖というものがあるわけですね。で、その時代ごとにそうした書き方に対するカウンターとして、例えばプロレティア文学が生まれたり、あるいはそのジェンダー批評というものが生まれたり、あるいはそのポストコロニアリズム批評というものが生まれたり、そうしたようないろいろな動きというものが文学の読解の中でも続いてきたわけです。そうした読み方の訓練をする中で、とても重要な概念だったのがセントリズムだったんですね。セントリズムというのは、そのまま訳せば中心主義ということになります。様々な読み方の中には、いろいろな中心主義が隠れているというふうに私は師匠から教わり続けたわけですね。中心主義が隠れているとはどういうことか。例えば先ほど言ったように、男性が中心で、女性は終焉にある。つまり男性がメインで女性はサブであるというようなイメージを持った作品というのはこの世の中にたくさんあるわけですね。男性がヒーローとして活躍をして、女性というのはあくまでトロフィーのように位置づけられるというような、そうしたような作品というのはたくさんある。そしてそうした時代というのも長く続いていたわけです。一方でそうしたような女性差別を克服したとされるような作品でも、例えば登場人物が健常者ばかりで障害のある人が登場してこないということになると、今度はそれは健常者中心主義ということになるわけですよね。つまり男性セントリズムを乗り越えたと思いきや、そこには健常者セントリズムというものは存在していた。ではそうしたものを乗り越えた様々な多様性のあふれる作品を描いたように見えて、実はその作品の中でバカンスとして沖縄に旅行行くみたいな描写があった。その沖縄というものは基地問題などは存在せず、リゾートの非常に豊かな地域であるということしか描かれないということもあったりします。そうすると、例えば本土中心主義であるとか、ある種の自分化中心主義というものがとても狭い範囲で築かれている作品になってしまうということもあり得たりするわけですね。このようにいろんな作品には様々なセントリズム、中心主義というのが埋め込まれている。で、翻ってこの社会にも実はいろんなセントリズムというのが埋め込まれているわけです。私たちの社会ではそうしたセントリズムを歴史的に克服するためにいろいろな社会運動というものを経験してきたわけですね。婦人参政権、それは男性中心主義的な政治システムというものを変えるための運動でした。公民権運動、これは白人中心主義に対する異論を唱えるような運動でした。そして例えば障害者運動、これも健常者中心主義の社会に対して異議申し立てをするようなものでした。これらの運動というのは終わっていません。日常の中で様々な場面でまだセントリズムがあるじゃないか、このセントリズムはありやなしや、そうした議論というものを継続しているところがあるわけですね。一体私たちの社会にどういったセントリズムがあり、あるメディアのメッセージ、ある人の振る舞い、そうしたようなものの中にどういった中心主義が内包、つまりこっそりと含まれているのか、そうしたものを見抜く力というものがある種文学研究であったり人文社会科学の重要なポイントの一つになっていたんですね。そうしたのことを訓練として身につけた経験というのは今の自分にもすごく役に立っているなというふうに思います。皆さんの日常の中にどういったセントリズムが潜んでいるのか、そうしたことを気にしながら周りを見てみるのも面白いと思います。荻部一樹でした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。またこのチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援ご協力よろしくお願いいたします。